ドンキーコングシリーズスーパードンキーコングスーパードンキーコングは1994年にイギリスのレアが開発、任天堂が発売したスーパーファミコン用横スクロールアクションゲーム。日本では1994年11月26日に発売された。日本国外でのタイトルはドンキーコングカントリー。任天堂のアーケードゲームドンキーコングをもとに レア社が独自で開発したゲーム。ディレクターはティム・スタンパー。音楽はデビッド・ワイズ、イー・ブリン・フィッシャー、ロビン・ビーン・ランドが担当している。ゲーム内容は主人公・ドンキーを操作し、クレムリン軍に奪われたバナナを取り戻すことを目的としている。1997年に日本国内では n i n t e ー Power 対応ソフトとして発売されたほか、2000年にはリメイクされ、 日本ではゲームボーイカラー用ソフトドンキーコング2001として発売、さらに2003年にはゲームボーイアドバンス用ソフトとして移植版が発売された。スーパーファミコン版は2006年に Wii 用ソフトとして、2014年には WiiU 用ソフトとして、2016年にはニューニンテンドー 3DS 用ソフトとしてそれぞれバーチャルコンソールにて配信された。 スーパーファミコン版はゲーム誌ファミコン通信のクロスレビューにてシルバー殿堂入りを獲得したほか日本国内での売り上げ本数はスーパーファミコン用ソフトとしては歴代第4位を記録した本校では本作をもとに制作されたゲームボーイ用ソフトスーパードンキーコングギガバイト SFC 版のリメイク作ドンキーコング2001ゲームボーイアドバンス版での移植バージョンについても 扱う。なお、ギガバイトの日本国外のタイトルは、ドンキーコンラントである。元祖ドンキーコングの孫である、新世代のドンキーコングが登場した初の作品。当時最新の 3DCG を用いており、複数の色を交互に高速に点滅させることで、スーパーファミコンの持つ、性能以上の色数を表現する。キャッチコピーは、デジタルゴリラ出現。この作品を元にした、 テレビアニメも制作、放送された。SFC 版には3つのモードがある。基本は横スクロールのアクションゲームで待ち受ける敵を倒したり避けたりしながら、ステージの最後にあるゴールにたどり着けば、ステージクリアになる。コースは6つのレベルに分かれ、1レベルあたりそれぞれ5から6のステージとボスステージで構成されている。ステージの分岐という概念はなく、 順番にこなしていく必要がある。ただし、一度クリアしたステージは何度でもプレイすることができる。操作できるキャラクターは、ドンキーコング及びリディディコングの2種類であるが、一度に同時操作はできず、常に一方のキャラクターを操作することになる。両者には性能差があり、ドンキーはより頑丈な敵を倒すことが可能で、リディディは素早さとジャンプ力に優れている。 状況に応じて操作キャラクターの交代が可能で、活用することで有利に進めることができる。敵やトラップからダメージを受けた場合、コングが2匹いる場合は操作中のキャラが逃げ出して、もう片方のコングに自動的に交代する。コングが1匹しかいない場合及び谷底に落下した場合や、トリックトラックリフトが落下されて、足場で置き去りにされた場合はミスとなり、残機が1減る。 本作では残機をライフと表現しており、他のゲームに見られる、ライフイコール体力の構図とは異なる。残機は、ドンキーコングのバールーンでカウントされ、残機が例の時にミスをすると、ゲームオーバーとなる。一部の裏技を使用しない限り原則的にコンティニュー。機能はなく、セーブは、ステージマップ上にある、セーブポイントで行うことができるが、レベルによっては、 セーブポイントが後半部分に設けられていることがある。ため、セーブできない区間の攻略に注意を要することもある。ステージによっては、味方キャラがいる場合があり、コンテナを壊して飛び乗ると、アニマルフレンドを操作できる。アニマルフレンドに乗っている間は、操作方法もアニマルフレンドのものに変更され、それぞれ独自の能力を活用して攻略することが可能だが、他のステージには持ち越せない。 アニマルフレンドはダメージを受けると高速で逃げ出すが、谷底に落ちるなどして見失わない限りは、乗り直せば再び利用できる。ここでは SFC 版に則っ,った操作方法を説明する。ただし、すべての敵に同じ攻撃手段が通じるわけではなく、一部の攻撃は効かなかったり、そればかりか逆に、コング側がダメージを受けるケースもある。 ゲーム進行には特に影響はないが、しばらく何も操作しないでいると、キャラクターがポーズをとる。また、ボーナスステージのミニゲームに成功した時や失敗した時にもそれぞれにポーズをとる。このゲームには、全体マップとレベル内のマップの2種類のマップ画面がある。全30以上あるコースは、おおむね5から6コースをひとまとめにしたレベルで区切られており、レベルの最後には、 ボスとの対決をするコースがあり、倒すことで次のレベルに進める。クリア済みのコースやレベルを訪問することも自由にできるが、全体マップからレベル内マップに入ることは自由にできる反面、レベル内マップから全体マップに出ることには制約があり、その方法はファンキーコングの小屋を利用するボスを倒すのどちらか。それぞれのレベル内には、 コングファミリーの施設も個別に設置されており、レベル内の攻略具合に応じて利用できるようになる。マップ上のレベルやコースには、顔のアイコンが表示されており、クレムジンの顔が描かれているならば、まだクリアされておらず、コングの顔が描かれているならばクリアしたことになる。コングファミリーの施設には、そのコングの顔のアイコンが常時表示されている。ステージ名の末尾に、がつくと、そのステージを、 完全クリアしていることを示す。レベル内のすべてのコースを完全クリアすると、レベル名の末尾にもマークがつく。ステージ内の数箇所にある隠し部屋、一部のステージやボスとの対決を除くほとんどのステージにあり、アイテムの宝庫になっていることが多い。特定の壁を壊して入る、特定のタル大砲を使うなどの方法で行くことができる。 見落としやすい場所に入り口がある場合、不自然な場所に置かれたバナナが目印になっていることも多い。中には、ミニゲーム形式でアイテム取得に挑戦するタイプもあり、ダメージを受けたりミニゲームに失敗すると、アイテムを得られず外に追い出されるが、ボーナスステージ内の結果に関わらず、ボーナスステージを発見した扱いに変わりはなく、ゲーム全体の攻略の度合いを示す、達成率に加算される。 また、ボーナスステージ内でダメージを受けたり谷底に落ちても、パートナーを失ったりミスになることはない。残機数や集めたアイテムの数は画面に常に表示されない。残機数やバナナ数はステージ開始時、増減時に数秒間だけ表示される。普段はゲーム画面しか表示されないため、非常にスッキリした画面構成になっている。プレイヤーの意思で22。 残機数などを確認することはできないため、残機数などは自分で覚えておくことが望ましい。中には、通常はその場に見えておらず、特定の条件を満たした場合のみその場に出現する隠しアイテムも存在する。タルタル大砲のバリエーションその他ステージ内で登場する乗り物ファンキーコングのレンタルドンキーの家の真下にあるバナナ倉庫には、たくさんのバナナが貯蔵されている。ある日、 ドンキーはその見張り役をディディに任せるもその日に限って悪名高いクレムリン軍が前々から計画していたバナナ泥棒計画を実行に移す日であった。大量のクレムリン部隊に囲まれたディディは得意の横トンボ帰りで応戦するもついに捕らえられ、樽に入れられた挙句にジャングルの奥地に放り捨てられてしまった。翌日ドンキーはクランキーの大きな声で目を覚ます。そして クランキーが指示するままにバナナ倉庫を見に行くとバナナはすべて盗まれていた。クレムリン軍の仕業であることを見抜いたドンキーはディディを助けバナナを取り返す冒険に出かけるのであった。舞台はドンキーコングアイランド。ドンキーたちコングファミリーが住む島でドンキーの顔に見る。内は英語版での名称。ここでは2001も並列して取り扱う。イン。 SFC 版の場合、ステージの地形に関わらず共通した BGM となる。レベル1、コンゴジャングル英語版では、コンゴジャングル。最初のレベルのため難易度は低く、ジャングル内部なので、全体を木々が取り囲んでいるのだが、洞窟や海といった多彩な地形や、樽大砲で空中を渡るコースなどトリッキーな、ステージも用意されている。なお、ニンテンドーオールスター。 大乱闘スマッシュブラザーズ、大乱闘スマッシュブラザーズデラックス、大乱闘スマッシュブラザーズ 4EU では、対戦ステージとして登場する。レベル2、モンキーマインズ英語版では、モンキーマインズ。崖の上が舞台。大量の盾札や、廃坑や遺跡が存在するなど、かつて人工開発された様子が伺える。レベル3、森の岬英語版では、バインバレー。 ジャングルとは別種の大会に臨む森が舞台。マップ中央部に大きな橋があり、深部に存在する遺跡へと続いている。レベル4、ホワイトマウンテン英語版ではゴリラグレーシャー。雪山のため全体的に滑りやすく、足場が悪い。レベル5、カントリーファクトリー英語版ではクレムクロックインダストリーズインク。日本版ではクレムリングの 英語版ではクレムクロック社の巨大な工場地帯。人工的な仕掛けが多い。レベル6、闇の入り江英語版では、チンプキャバーンズ。日の当たらない入り江であり、多数の鉱山を中心に文明を感じさせる地域。ラストレベル、キングクルールの船英語版は、ギャング、プランクガレオン。ガレオン戦場で、キングクルールと戦うステージが一つだけ。全体マップから直接入り、 クリアするごとに自動的にセーブされる。コースの特徴と BGM 各コースは、その特徴によって以下のように分けられ、それぞれのイメージに合った BGM も作られている。W 印はデビットワイズ、F 印は E ブリンフィッシャーによるもの。作中の声はすべて開発スタッフのケビン・ベイリスが担当。コングファミリードンキーとディディを道中でサポートしてくれる猿の仲間たち。 マップ上の拠点でコングたちが訪れるのを待っており、立ち寄ると下記の助力を得られる。アニマルフレンドワニで構成された軍団。敵キャラクターの主力。地上空中水中核レベル最後のコースにいる。ギガバイトでは倒すと自動的にセーブされる。主な変更点を一家に記す。ゲーム誌、ファミコン通信のクロスレビューでは7.88.8の合計31点で、 シルバー電動入りを獲得、ファミリーコンピュータマガジンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は以下の通り24.7点。海賊版としてスーパードンキーコング99が中国で発売されていた。ハードウェアはメガドライブであり、プレイヤーの操作キャラクターはドンキーのみで攻撃もジャンプのみ。登場するコースはスーパードンキーコング1、2。 3がアレンジされて使用されており、敵キャラクターも3作品混じって登場する。この海賊版ゲームは、他作品の BGM も使われており、さらにコンティニューシステムも導入されている。しかし、コンティニューして一定距離進むとフリーズしてしまう。他にも、地形をすり抜ける、着地判定がおかしいなどバグが多く、完成度は極めて低い。また、 ファミリーコンピュータ用に移植された海賊版としてスーパードンキーコング1、2、4、ザ・パンダ・プリンス及びスーパーライオン・キング2に差し替えてファミリーコンピュータ用のソフトとして移植されたものも中国、台湾、タイなどで存在している。スーパードンキーコングギガバイトはスーパードンキーコングをベースに新たな仕掛けなどを登場させた物語上は 外伝のような位置づけにあたる続編。日本国外版のタイトルはドンキーコンラントだが、日本では本作の続編にあたる作品がドンキーコングランドのタイトルで発売されている。カートリッジはバナナのような黄色が用いられており、CM のキャッチコピーでも触れられている。濃淡を巧みに利用した白黒のグラフィックは評価が高いが、 画面の横幅が狭いためダイナミックな移動をしようと、すると、いきなり敵に衝突するなど総じて遊びにくい。本作のみの地形、スーパードンキーコングには登場していない、新たな地形が数種類登場している。スーパードンキーコングからの変更点本作のみの、アイテムストーリーキングクルールを撃退したドンキーと、ディディだったが、クランキーからの説教は相変わらずだった。そして、クランキーは、 スーパードンキーコングでの華々しい活躍は高いレベルの CG による演出だったのではないか果たして、モノクロで8ビットのゲームボーイでも面白い冒険を繰り広げられるのかと問う。これに対して当然であると答えたドンキーとディディー、だったが、クランキーの誘導尋問だった。最初からクルールと結託し、クレムリン軍団と相談してバナナを奪わせ、 ドンキーたちに挑戦状を叩きつけるつもりだったのである。ステージ構成ボス戦の曲は、任天堂64ソフト、ブラストドーザーでもアレンジされて使われている。レベル1、海賊船がやってきた。英語版は、ギャンプランクがレオガホイ。レベル2、巨大遺跡英語版は、クレムランティス。水中コースが集中している。レベル3、モンキーマウンテン英語版は、 モンキーマウンテンチンパンジークラウズ。洞窟内と足場のほとんどない空中が舞台。レベル4、大都会英語版はビッグエープシティ。ドンキーが活躍することに憧れていたイメージの都市。通常の敵ボスゲーム誌、ファミコン通信のクロスレビューでは7.66.5の合計24点。ファミリーコンピュータマガジンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は 以下の通り22.5点。太字は本項目内で扱っているタイトル。ギガバイトのゲームボーイカートリッジは世界で初めて灰色以外の色を使用している。また、本編の後に起こったガイデンストーリーであり、ステージ構造に新要素が取り入れられている。シリーズ唯一のゲームボーイカラー作品となった2001は SFC 版の移植でありながら、基本的に ギガバイトのシステムをも継承しており、ステージの変更点や、新ステージなどがあるほか、BGM は、ギガバイトを基本としている。GBA 版は全てスーパーファミコン版の一色だが、オリジナルのステージや敵キャラクター、ミニゲームなどの要素が追加されている。リターンズ以降は、今までのシリーズを開発していたレア社ではなく、レトロスタジオが開発している。スーパードンキーコングギガバイトに関する、 カテゴリー、ドンキーコング2001に関するカテゴリー、ありがとうございます。